トマス・ハリソントマス・ハリソンは、新京と革命期のイングランドの軍人、政治家。低い羊ながら、軍で手柄を重ねてた伊藤、一時、オリバー・クロムウェルの側近にまで上り詰めたが、急進的思想がクロムウェルに疎まれ、排除、五国教となったクロムウェルが、イングランド共和国を治めると一転して、反対に回った。スタッフ,フォードシャーの肉屋の子として生まれる。法学院に学び、 1642年に第一次、イングランド内戦が始まると議会派の総司令官、エセックス博、ロバート・デバルーの軍に入り、各地に転戦して、軍港を挙げた。1645年に創設された、ニューモデル軍に編入、ネイズ・ビーの戦いに参戦し、騎兵連隊長に昇進した。1646年に、長期議会の会員議員に選出、急進派として、 チャールズ1世の処刑を主張し、裁判では判事としてチャールズ1世の死刑執行令状に署名した。1650年からウェールズでプロテスタント信仰の浸透に努力する。一方、第三次イングランド内戦には1651年から参戦、オリバー・クロムウェルの命令に従い、スコットランド軍を率いて南下するチャールズ1世の息子チャールズ2世の進軍を、 ジョン・ランバートと共に、妨害、9月3日のウスターの戦いでも、ランバートと共に本人を守る役目を果たした。同年に、国務会議員に選ばれ、旧神派で、宗教色が強い第五王国派の信者にもなり、クロムウェルの国王即位問題が持ち上がると、チャールズ・フリートウッドと共に、反対、1652年に勃発した第一次、英乱戦争では、 第五王国派の指示を背景に賛成した。また、軍の士官会議をほとんど自派で固め、ランバートと並ぶ有力者にのし上がり、しきりにクロムウェルにランプ議会解散を訴えた。1653年4月20日に、クロムウェルの手引きで、重兵隊を率いて議場へ乱入、クーデターで議員たちを追放し、ランプ議会を解散させた。 次期政権構想がクロムウェルに採用されランバートを出し抜いたことで軍の主導権も握り、7月4日にベアボーンズ議会が開会、議会か半数は通れなかったが、第5王国派を含む求進派が議会へ入り、自らも議員に選出され、第5王国実現に向けた政権が発足した。この時が絶頂期だった。ところが、議会が始まると求進派が請求な改革に、 走るあまり他の派閥の足を引っ張り、政権運営ができないことが明らかになり、周囲の反感を買った。こうした展開に、クロムウェルから見放され、ランバートの巻き返しで軍と議会の保守派が通じるようになり、12月12日にベアボーンズ議会はわずか5ヶ月で解散、ハリソンも軍から排除された。以後、統治焦点を起草した、ランバートの主導で成立した。 クロムウェルの五国教時代に反対、1655年に投獄された。そして1660年、王政復古が成立すると逮捕され、チャールズ一世の死刑執行令状署名で、大殺しの罪に問われ首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑で処刑された。ABC 田村、P59。ABCD 松村、P315。清水、P68。今井、 p175p180 田村 p42p43p182p237 清水 p183p184p197 今井 p180p185p188p192 田村 p170p171 清水 p197p199 P202P203、今井 P193P195、田村 P174、清水 P206P207P215P226P239P266、ありがとうございます。